ペトラ・マジッチは、スロベニア、リブラナ出身のクロスカントリースキー選手。1999年1月9日に、クロスカントリースキーワールドカップデビューし、10km のレースで69位となった。同年の1999年、ノルディックスキー世界選手権に出場、パシュート53位、5km59 位となった。2000年2月26日に、 ファルンの 10km で30位となり始めて、ポイントを獲得した。2001年2月1日に、アジア語で行われたスプリントで、自身初めての表彰台となる3位となった。2002年ソルトレークシティオリンピック代表となり 10km8 位、パシュート7位、リレー9位、30km12 位となった。2006年トリノオリンピックでは、パシュート11位、10km6 位。 個人スプリント8位 30km14 位の成績を残し3月にはスプリントでワールドカップ初勝利を挙げたこの優勝をきっかけにマジッチは成績を伸ばしワールドカップのスプリント総合で総合優勝3度総合2位総合3位各一度2008から2009シーズンには全体総合でも2位となった2010年バンクーバーオリンピックでは スプリント予選のウォーミングアップ中に転倒してコースアウトし3メートルの崖から転落、肋骨を折る大怪我を負った。しかしマジッチは決勝レースにも強行出場、痛みに耐えて銅メダルを獲得した。この快挙にスロベニアの大統領ダニロ・トゥルクは金アキラを贈呈し2010年のスロベニア・ウーマン・オブ・ザ・イヤーを受賞した。 2010から2011シーズンを最後に現役を引退した。ワールドカップ通算16勝、ツールドスキーで6勝、ワールドカップファイナル2勝。ありがとうございます。